回はねこれ、まあカゴですね。カゴといっても底がないんで物は捨てられませんけど、まあ飾りですね。ということでですね、これはあの普通のですね、あの帽子とかなんかの着る時の要領と一緒なんですけども、ここは編んでいきます。でこれが互い違いになってるだけです。ということで、どうぞご覧くださいませ、材料ですが260今日入れていきましょう。本体のところですね。はい、この宝鉱山のねポンプで3往復はい、ではいつものようにね、はい、ちょうど10センチですね。10センチの。そしてね、15センチ。丸を作ってピンチツイスト、いくつですよね。3.5センチ。それでピンチツイスト。それで同じようにこう作ったやつね、こういう風になってますけど。でどっちでもいいんですけど、ここにで、その時にはできればこういう風に絡めてほしいですね。で、これをずっとつないでいくんですけども、すでにこうできてこういう風に上がってます。ここのですね、これはここです。こういう風にこういうなんですね。だからここから始まってこう来てるとすれば、どっちからでもいいんですけども、これをここに、そしてこれですね。これを最後のことです。で、こういうふうに進んでいくんですけども、でこういうふうにできましたらですね、こう同じものですね。それをですね、まあどっちでもいいんですけども、黄色を上にするというふうになると、こういうふうに、黄色を内側に入れます。こういうふうですね。それでこれを編んでいきます。まずですね、縦位置、これ7センチなので、ちょっととりあえず置いといて7センチ。そして15センチ。15センチってこれと同じです。そしてどれでもいいんで、こういうふうになったらこうですね。それでこっちにこう入るんですね、こっちじゃなくてこっちの内側に入るんですね。これそして次のここ、これはやっぱり7センチですね。
よいしょ。そして今来た15センチと目玉センチ。今使ったやつとこれ15センチですね。それで黄色の内側に入ってこれが7センチですね。はい、その繰り返しです。それで始まりのこれですね。ここの内側に通っていく。で、分かりにくいですが、こんな感じです。次は この黄色ですね。まず7センチですね。同じこの部分ですね。それで15センチ。はい、今度はこの黄緑色の内側にこう。
最初の見えるこれですね。ここにはい、ということでこんな感じになるんですね。なので今度はこの黄緑色がベーカーですね。次は黄色ですね。で最初のここですね。それでこれがですね、実は1、2、1、2、3でこれ最後なんですね。なのでここはここにピンチツイストつけます。なのでここにピンチツイストつけます。なので持っていなくてもいい。でここは15センチですね。それで今度はピンチツイストがあるんでね、大丈夫ですね。これここね、抜きながらいきましょうかね。結びながら、
はい、こういうふうになりました。なので今度はこの黄色をこの同じようにこういうふうにやっていきます。ということで、どっちに回ってもいいんですけど、同じ方に行きましょうね。ということですね、できたんですけど、よくよく見るとですね、こうやると同じなんですね、はい、さてこれができたところで今度はね、取っ手です。取っ手のですね、空気の量はちょっと違うんで新たに入れます。このように全部入れます。そして少し抜きます。まあこれぐらいかな、ほんのちょっとですね。それで、まあ結んでもいいし、結びやすく2つを結合しやすくするためにね、仮止めをしておいて、もう1本を仮止めをして、そしてですね、伸ばします。で伸ばしてない方と比べるとですね、こんなに長さが違うんですね。なので、長さを揃えていきます。同じぐらいになりました。そしたらこことここを結び合わせます。でこれは邪魔なんで切っておきます。でこのままこうひねってもいいんですが、つけてやった方が安定するんで、まずここに入れます。
ちろんどこでもいいんですけど、そしてこれをこうひねっていきます。でこれはねスパイラル、ひねりなんですけども、こう同じ方向にこうひねるんです。そうすることによって摩擦でご覧になっていただくと分かるんですが、まあご存知の方はいいんですけど、こういうふうになってますね。なのでこうやってよいしょ。で長さはですねお好きにしていただきたいと思いますが、まあこれぐらいやった方がいいかなということでこれで使います。でここをですね止めるんですが、よいしょよいしょ、仮止めをしてこういう感じかな。で抜いて結びます。持ってないと多分危ないから仮止めをしますね。でこれを中を通して上げて、でここで結び合わせます。余分は邪魔なので切っておきます。でこれをこの これの反対側に止めておきます。ということでですね、あとはですね好みなんですけど、これをね横にするか縦にするか、これだいぶ切りますね。ということでですね、カゴの完成でした。お世話になりました。またお会いしましょう。